時は竹森は日本の海軍軍人。軍令部、艦隊、陳府、要行部などの参謀職を歴任した海軍少将である。初世沈没後残された水雷亭。広報は戦艦、富士福島県出身。父は旧藍津藩士、時は森厚氏。藍津中学五回生で外務省顧問、斎藤義江、唐太町長官、岸本正夫は、 同級生である。1899年海軍兵学校入校。2年時に学術優等賞を授与される。1902年卒業。席次は187名中5番。初瀬乗組として日露戦争を迎えたが、同館は1904年5月15日に旅順郊外において食来し沈没。その際時は,は初瀬の関西水雷帝を指揮し、 紹介のため、裏町山列島に赴いていた。この日、吉野も、春日と衝突事故を起こし沈没し、1日で同期生6名を、失った。その後、横須賀海軍交渉偽装員音は乗組を経て、海軍注意に進級。第14艇隊の千鳥乗組として、日本海海戦に参戦した。戦後は、五島乗組、朝日分隊長。 何は文体長心得などを務めたほか、敵艦進路の誤則による魚雷の偏差について、研究を発表し、海軍水雷術の発展に寄与した。大尉進級後に、海外落ち学生、海外専修学生を主席で卒業し、公開化専攻の士官となる。専修学生終了後に第一艦隊参謀に、補えされ、在任中に司令長官、上村彦之丞の命を受け、 四ヘッツイタカスケと共に、関東で発生した関東新軍の反乱を視察し、報告書を提出した。公会長を、何は、浅間の二官で務めている。旅順陳述参謀県副官を経て、海軍少佐に進級し、海兵教官兼幹事となる。海兵41機などが在籍していた時期で、後に自決する同郷の草刈英二はたびたび感謝を、訪れていた。草刈の兄、 勇次は、時輪の中学の同級生で、草刈りの開閉卒業式に、出席の際は、時輪の感謝に宿泊する、親しい関係であった。ついで、軍令部参謀となる。同時期に、九州下の松平康夫が軍令部に在籍していた。3年余りのち、あ副長となり、ついで、佐世保陳府参謀、淀官庁、長、横須賀陳樹夫府を経て、 1921年12月1日、海軍大佐へ進級した。軍令部出資、マコウ洋コ部参謀長、海軍省軍需局第一課長を経て、呉軍需部長在任中の1926年12月1日、少将へ昇進。1927年12月25日予備役編入となった。同郷の更新育成組織、地商会の最後の副会長である。 次男の森春は1937年の時点で陸軍予科士官学校生徒である。時分けは山形藩時代からの合図松平家家臣である。家六は150国。森厚氏は大使流。1867年12月12日夜、京都市五色屋敷前で、薩摩藩氏、村田新八、河村影明と切り合いに及び負傷。 この際、佐川官兵衛の弟、佐川又四郎は斬死した。その後幕末、維新期の戦闘に参加している。都南藩では市民係開拓課に出資したが、合図に戻り、警察官となる。警部補で退官後、合図中学武芸教師を務めた。森厚氏の兄、時は和馬は、清流足軽三番隊招待頭として、合図戦争で討ち死にした。 戦歴、第101号沈没当時上官しおらさる、初世上院人名表初世、今井与え氏、松崎忠和、園田東一義の、一岡玄造、久抜き理事、松崎正明、海軍水四百489ページ、総ン一、あー草刈り少佐177ページ、あー草刈り少佐185ページ、福島市上件人、海画像222枚目。 地消解名簿昭和12年12月、漢方第6212号、除人及び、事例1904年3月19日。漢方第6494号、除人及び、事例1905年2月25日。漢方第3729号、除人及び、事例1907年12月2日。漢方第159号、除人及び、 事例1913年2月12日、幕末史研究、剣士、時は常次郎、第101号沈没当時上官氏をらさる、初世上院人名表、明治37年5月15日両巡航外相難に、起きる軍艦吉野戦死者人名表、相乱1。ありがとうございます。